日目守護馬を2頭続けて、まずはラブリーデーです。ラブリーデーは高坂記念天皇賞秋を制し、芝中距離で圧倒的な強さを発揮したキングカメハメハの代表産駒、本年9歳となります。母がポップコーンジャズ、母の父ダンスインザダーク、種付け料は本年受胎条件の100万円、出生条件150万円の設定です。5歳時にシンボリルドルフやオルフェーブルなど歴史的名馬に肩を並べる年間 JRA 重賞6勝を成し遂げ、最優秀4歳以上牡馬に選出されましたラブリーデー。中山金牌から始まり、京都記念、鳴尾記念、 G1 の宝塚記念、京都大賞戦、そして G1 天皇賞秋と芝の2000から2400で示したパフォーマンスは今でも記憶に新しいものがあります。特に天皇賞秋では全18頭が全て重賞勝ち馬、うち5頭が G1 優勝馬というハイレベルの一戦を直線4番手から先行馬を瞬時に捉え、イスラボニータ、エウシー・カリラを抑え優勝し、能力の絶対値の高さを認識させました。父はキングカメハメハ、3区ロードカナロはルーラーシップが主馬として成功し、その枝葉を大きく広げつつあります我が国の機関種馬の一頭です。母のポップコーンジャズはスイートピーステークスに2着、代を遡ればトリービン、リアル車台、ローザンテストと車台スタリオンさんの手法を配合させて作られた品系です。ラブリーデーは初年度138頭、2年目122頭の牝馬と配合しました。初年度登録産駒数は99、産駒数の多さは種馬としての成功を予感させます。ラブリーデー種付け料は受胎条件100万円、出生条件150万円です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。